けでですね、今回は100回記念ということで葛飾北斎やってまいりたいと思います。葛飾北斎、皆さん名前はもちろん、どういう作品を書くのかっていうのもなんとなく想像ができる画家、絵師ですね、絵師ではないでしょうか。これだけね、メジャーな、特に日本人でメジャーなっていうところは、北斎以外にはあまり名前出てこないんじゃないかなっていうぐらいの人なんじゃないか。今回第100回ということで、この北斎を温めておきましたので、よろしくお願いします。さてでは一つ目、北斎ダイジェストです。北斎は1760年生まれ、なので18世紀も半ばから19世紀にかけて活躍をする人です。亡くなられるのが1849年なので、ほぼ19世紀に入った頃に活躍をされたかなというふうに思います。この頃どういう時代だったのか、日本だとね、開国だ鎖国だっていうちょうど狭間のタイミングだったんですけれども、1867年、北斎が亡くなって数十年後かなに、第2回パリ万博があります。このパリ万博というのがかなりね、日本のカルチャーっていうのをよそに流出していった、よそに公開していったっていう時代になります。この1867年、パリ万博が渋沢栄一がいたりとか、あとはね、あの徳川の幕府がいたりとか、薩摩藩が佐賀藩が行ったりとかっていうような時代になります。でここで爆発的にジャポニズムっていう風にヨーロッパではなったりするんですが、それ以前ですよね、北斎の時代というのは。じゃあそれ以前の、ジャパン、メイドインジャパンの、作品のルートっていうのは主に2つしかなかったそうです。北斎自身は割と早い段階から海外の人も注目をしていたみたいで、この爆発的パリ万博でドバッと大ブレイクするタイミングよりも以前に、北斎すごいよねっていうタイミングがあったみたいなんですよね。そのすごく閉鎖的なルート、2つしかないルートの中で北斎は輝いていきます。その2つのルート、どういうルートがあったかというと、1つ目が出島、長崎の出島ですね。ここで鎖国の時代だったんですけれども、日本に定期的に行き来をできた外国人はいました。カピタンと呼ばれる人たちとか、あとはシーボルト のお医者さんですねとかが、行き来ができた。でその人たちのコレクションとして、浮世絵だとか、あとは陶器だとかね、そういう、 こう日本伝統の芸術っていうものが、よそに出てくる。それが一つのルーツでした。これは個人所有のコレクションではあるので、その当時爆発的に注目をされたかって言ったら、どちらかというと後に、引き継いでいった人たちが、展開コレクションを発表していったっていう方が強いんじゃないかなと思います。そしてもう一つのルートとしては、これは聞いたことあるんじゃないでしょうか。緩衝材として使われていたというルートなんですね。どういうことっていうと、私陶芸の回でちょっとこれ話をしました。陶芸の時に鎖国の時代であるにもかかわらず、例えば有田焼とか、あとはその時言ってなかったんですけど、唐津焼なんていうのはもう海外に輸出をしていたんですね。その有田焼っていうのは、海外の人好きだったよっていう話をしたじゃないですか。あとは益子焼っていうのはね、民芸運動の人たちが再評価をした、それが益子焼でしたよね。あとは美濃焼とか、信楽焼っていうのは、利休大好きだったよっていう話をしました。その中で、日本の陶芸っていうのはいろんな地域があっていろんな種類があるんですけど、その中で有田焼っていうのはすごく絵柄が綺麗なあの焼き物っていうのは海外の人がめちゃめちゃ好きだったっていう話をしました。なのでこの18世紀の時にも、海外に輸出をしていたんですね。それの緩衝材として、自分たちが持っていた浮世絵をくしゃくしゃってして、こう周りに詰めてね、陶器が割れないようにねして持っていった、その時に、流れていったっていう話があります。そういうのを集めていったのが、モネとかそういう画家になっていきます。
ほうほうほうと、まあ、北斎が生きていた時代背景っていうのはなんとなく分かったと、まあ、開国するだの鎖国するだのっていうちょうど狭間の間で、うん、まあ、パリ万博みたいなこう全国的に大ブレイクをするタイミングよりはもっと後ろ、もっと前の人だけれども、まあ、ルートはあったと、海外に持っていくルートはあったと。でそういう人たちですね。じゃあ北斎自身どういう人だったかというと、幕府御用達の、職人の養子だった。はい、出ました、いいとこのお坊ちゃんシリーズです。まあ、いいとこのお坊ちゃんっていうか、まあ、養子なのでね、すごいそこは微妙なところではあるんですけれども、まあ、昔からねその職人芸術とか工芸に対して、うん、まあ、触れるタイミングがあったというところなんですね。で10代の前半で、でっち奉公をしたりとかして、そのタイミングで、自分としても芸術に興味があるよっていう風になっていきました。で15歳で木版画家のところに弟子入りをします。まあ、この辺から15歳のぐらいから、本格的に、絵の道に進んでいくわけです。で18歳の時に、まあ、後もちょっと影響していく、勝川春章っていうところに、弟子入りをします。でその人は、まあ、浮世絵の肉質を描いている、まあ、すごい人だったんですけど、その当時のね。でその春章のところに師事して、でそこで本格的に浮世絵を学んでいきます。まあ、当時の浮世絵は、浮世絵の会は、初代のパーソナリティの方がちょっと話をしていたかと思いますけれども、まあ、その当時のね、ブロマイドの代わりじゃないですけれど、歌舞伎役者の絵を描いたりとか、あとは春画、まあ、美人画を描いたりとかっていうのが、まあ、浮世絵の役割でした。そんな北斎、まあ、師匠の下で浮世絵をやっていた北斎が、一つ、転換期があります。それが、まあ、春章の他界ですね。まあ、師匠の他界によって北斎がどういう方向に進んでいったかというと、まずは、浮世絵以外の版画にも興味を持つようになったみたいです。まあ、ヨーロッパの版画も全然違う描き方の版画っていうのにも興味を持ったりとか、あとはね、お師匠様春章のライバルであった狩野派とも、こっそり一緒に勉強をしていたみたいなんですね。まあ、それがきっかけでね、勝川派は破門にされてしまうのですが、まあ、そんな風に、浮世絵、自分たちがもともと持っていた、伝統とかっていうものの外側、より自由な手法を、北斎は磨くようになっていきました。あとはね、20代半ばの頃に子供ができたんですね。でその子供の影響で、その歌舞伎役者とかを描くっていうよりは、もっと子供とか風景にもっと興味が移っていったみたいです。そんな風に、北斎はもともとあった浮世絵、まあ、役者のブラマイドだとかっていう方向じゃなくて、もっと人々の日常生活の情景に、力を入れていったみたいなんですね。これが北斎ダイジェストです。まあ、30代までどうやってプロセス積んできたのかなっていうところのご紹介でした。そして、2つ目は代表作ピックアップですね。今回は神奈川沖浪裏です。これが、北斎が70代の頃、まあ、かなりね晩年といえば晩年なんですが、北斎はね90歳ぐらいまで生きたので、この60代とか70代に、制作された作品っていうのは、北斎の代表作になっていきます。この富嶽三十六景、まあ、本当は46あるんですけど、この富嶽三十六景はなんでこうまとまって作られたかというと、当時の流行に乗るためだったんですね。この当時の流行何かというと、新しい色、新しい藍色が出てきたタイミングです。その新しい色っていうのは、まあ、そもそも藍色ってどういう色かというと、色相で言うと少し紫みがかった青なんですね。なのでかなり深みのある青の色であるし、少しそのインク薄めたとしてもちょっとね、なんていうんだろう、藍色だよねっていうような、鮮やかさというよりは少し赤みがかっている、ちょっと、色が混ざっているような、深みのある藍色になっていくんですけども、この当時流行っていた藍色っていうのはベロ藍というものです。ベロ藍はもともとあった藍色よりも少し、赤みが減っている色になるんです。なので、色を薄めていくと綺麗な水色に変化してくれます。で実際それを直接、色を濃くして使っていても、
私たちが見て、あ、ちょっと鮮やかだよねって思うような青の色になっていきます。この、ベロアイ、その当時新しかった、すごく見栄えのあるようなベロアイっていうものを、流行があった、それに波に乗るために、36景36図書かれていたみたいなんですね。でその中でも、有名なのはやっぱり富士山を描いたものとか、三花白雨とか、あと今回ご紹介する沖縄、神奈川沖浪裏ですね。神奈川沖浪裏、どういう作品かというと、まず、左画面に大きな波が描かれています。そして、これにね、船に乗りながら、人々がこの波に立ち向かっているんですけれども、その中央の奥側にはすごく、ちょっとあんまりドバーンと大きくなっているわけではないけれども、少しねこじんまりとした富士山が描かれています。でこの作品はもう波と富士山で、しかもその富士山、日本一高い富士山よりも、波がすごく大きく描かれているという、すごく躍動感のあるような作品に展開されています。後にね、この富岳36景の神奈川沖浪裏っていう作品は、印象派の作曲家であったドビュッシーが、これにインスパイアされて交響曲、波の作曲に影響を与えているみたいなんですね。まあ、そんな風に、世界的にもこれの作品は、注目をされているし、いろんな人に後々影響を与えた作品になっていきます。この波の表情っていうのも北斎らしいというか、実際の波の、イメージよりもかなりデフォルメをされていて、この波のね白い部分、しぶきが上がっている部分っていうのは北斎独特の表情が使われているんじゃないかなというふうに思います。北斎の、もうちょっと若い頃の作品には、この波のね、このワシャワシャした部分っていうところが垣間見えるような、例えば、お着物の絵柄、デキスタイルかな、絵柄だったりとか、その時の下書き、下絵の中にこの波のね、この表情の描き方の前身であるような、下絵が残ったりとかしています。なんといってもこの神奈川沖浪裏のすごいところっていうのは、富士山より波が大きい、その躍動感、あとは先ほども言いましたけど、ベロアイっていう新しい色が出てきたことによって、その当時かなりね、見て新鮮な印象があったんじゃないかなというふうに思います。現代の私たちが見てもこの作品を見た時に、あ、北斎だって思うし、かなり刺激を受けるのではないでしょうか。この作品はこれまでももちろんいろんな作家に影響を与えてきたし、きっとこれから未来にも影響を与える作品になることでしょう。はい、ありがとうございました。今回の配信は2020年5月28日第100回北斎やるよより抜粋してきました。ありがとうございます。北斎はね、ずっとやりたくてやりたくて温めてたやつだったので、今回できて本当に楽しかったです。まあ、北斎自身も語り尽くせないくらいいっぱいあるんですけど、あとはね、娘の大井、まあ、大井って呼ぶから大井って名前、なんかあだ名とかつけたらしいんですけど、なんかね、その大井の作品もね、すっごく綺麗なんですよね。吉原格子先の図とか、あとはね、北斎の名前を借りながら大井が実は描いたよっていう作品もちょこちょこあるので、まあ、そこを見比べながらね、手の表情とか、あとはここの髪の毛の表情っていうのが大井らしさ、北斎らしさっていうところがあるので、それをね見比べて鑑賞するのも楽しいんじゃないかなと思います。いやー、北斎はねテキスタイルもするし、漫画もするし、やっぱり錦絵もすごい綺麗ですし、もう世界にも認められてるような、作家絵師さんになりますよね。日本の誇りと言っていいのではないでしょうかね。また機会があれば、ところも抜粋していきたいなと思いますので、よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは。